クリスタルがお届けするビジュアル型ビジネス情報番組、第2第4週水曜日の14時から15時、クリスタルビズクラブ。番組への参加リクエストなど Facebook ページで募集しています。クリスタルのホームページはカタカナでクリスタルレインボークラブ .com へアクセスしてください。次の番組案内はオーエドワイドスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンフェリシオンスタジオからお送りいたします。まさか、はい、お疲れ様です。お疲れ。やっぱり女性4人パワフルですね。マス先輩のおでこに変な妙な油汗みたいな出ておりますけど、光ってるよね。本当にね、やっぱり女子が集まると、3人集まると、はい、掛け算だね、これね。難乗みたいな感じで言っちゃうみたいなね。そうそうそう、3の難乗とかさ、そんな感じだよね。いや、今日はさ、はい、なんとなくあんまりこう話すと、男子ことごとく、うん、なんかこう、女性の味方じゃなくなりそうな発言が多くなりそうな気配があるので、そうですね。ね。まあ何かと、はい、まあ、こんな形で、ね、7月クール、新しいクール始まりましたよ、まさくん。びっくりですよ、本当に、ね、昨日、一昨日ぐらいまで本当に新しいクールだってことを、うっかり忘れておりましたので、もうね、君が忙しいのもね、他人のこともよく分かってる、もう、ね、そうですね、そう、でね、ラジオがあって光るところがあるからこそ、そうですね、また頑張れる、ねえ、なんかプロデューサーが外で、はい、意味ありげな顔をこちらに向けておりますけれども、ね、はい、はい、もうね、いつもね、我々も見守っていただいて、ありがとうございます、はい、やっぱり女性のパワーに支えられてるんだね。どの番組でも言ってますけど、はい、あのクリスタル、あの男子陣は絶滅危惧種ですから、そうです、はい、大事にしてください、皆さん、はい、あのね、男子は、ね、はい、絶滅危惧種なんですよ、はい、クリスタルの中で、はい、全く聞いてない女性です、はい、はい、あのね、なので、あの絶滅危惧種には環境保護よろしくお願いいたします。はい、ちゃんと言ってないや、はい、いろいろなアイディアやクリエイティブ感をプラスすることで存在価値の化学反応が止まらない、面白い展開が起こるに決まってます。大人だからできる自由だってあるはずです。アイマン大募集、見逃してはならないビズクラブ、お楽しみに。マツとマサのバキューン、今日はマサを狙い撃ちです。バチューでした。お疲れ様でした。